はい、タンタンです、今日ご紹介するのはこちら軽い、非常に軽い、J45 でございます、はい、で、こちらのモデルですね、ピックガードを見ての通り綺麗に剥がれている状態で、入荷いたしましたので、これ後から45のピックガードは販売してますので、くっつけてもいいしくっつけなくてもいいしっていうような感じですね。なので大変、いいというか、まあ綺麗に剥がされていたコンディションなので、全く問題はないかなといったところですね。フレット関係は、やや削れていると 80% 以下に言うんですが、ちょうど、ほんのちょっと削れてるぐらいなので、80% ぐらいと、お伝えすればいいかなと思います。傷関係はね、この辺にちょっとこう当て傷があるのと、ここにちょっとこう傷がある、スタンドフックとかかな。あとですね、ここに擦り傷と、あとなんか塗装がよく反応しちゃったクッションのやつですね。そこの跡が少し入ってるぐらいなんですけど、まあもちろん、ギブソンの刻印入って、刻印じゃね、これシールですね。ここギブソンのカスタムショップが入ってます。はい。で、ネック関係はそんなにこう気にはならないんですけど、ここがサラサラにこうちょこっとこう気になっちゃうかなっていうところあるんで、よくまあ研磨はしておきますので、問題はないレベルかなと思いますね。サウンドはすごくダイレクトに前にボーンって出ます。ザクザクしてる感じと、そこにこう軽やかな、まあ特に45だとこうマホガニーの乾いたサウンドっていうのがやっぱ特徴だと思います。それがよくこう前面に出てるギターかなと思います。結構強めに弾いても大丈夫ですね。ネックはまっすぐですんで、コンディションは OK です。で、通常チューニングでね、2.2 とか3、2.5 まではいかないぐらいですね。はい。で、1弦側が12フレットで、2.0 ってとこですね。はい。で、サドルの方もまだまだ残ってますので、全然弾かれてないかな、あんまり。そんなギターです。これからバカなりを目指して、一生懸命、弾いていただければいいかなと思います。で、他にサイドバック関係で傷等々は、大きなのはねそんなにないんですよ。まあちょっとこうこの辺にちょろっとあるかなっていうぐらいかな。あとはまあバックル傷ですね。少しこう持った時の、傷っていうのが少しついてるぐらい。まあまあ、この手のレベルだったら、上品と言えるでしょう。まあこの辺にもちょろっとあるかな。この辺ですね。これは2014だから本当まだ新しいやつだから、これからかき鳴らしてあげたいですね。結構ねフィンガーでもやっぱりマホのギブソン特有のザクザク感の中にちょっとシルキーさが感じる、印象を持ちます。ちょっと軽くもうちょっと弾きましょうか。
の、いいサウンドを出しますよね、ギブソンってね。まあ私も、好きな、メーカーの一つではあります、ギブソン J45 ですね。こちらピックガードは今ない状態で、販売しちゃいますので、ぜひ、お買い求めいただければと思います。これあれですよ、両面テープでピックガードの裏で貼ってペタッとこう貼るだけでもいいと思います。取り外しができた方がいろいろ柄変えたりとか、タートイス柄にしようとかいろいろ楽しめたりもするので、無理くり引っ張って傷がついているような状態よりも全然コンディションはいいと思います。で、後ろの部分のさっきの傷ありですね、表見たらちょっとここに傷あったんで、傷というかあれですね、チューニングのクリップですね、やっぱつけっぱなしとかあまり良くないんでしょうね、跡が残っちゃいますね。なので、うちは今でもアナログの、音叉でございます。こちらがおすすめです。まあそんなことはいいとして、ぜひ、こちらの、ギター、まだまだ綺麗な、ほぼ新品コンディションに近いですね、傷さえなければ新品と言ってもわかんないでしょう、ぜひこちらの人気の J45 モデル、ご購入いただければと思います。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。